メイソン・ウィリアムズは、アメリカ合衆国ロードアイランド州、ポータケット出身のプロ野球選手、右ト左田、MLB のニューヨークメッツ所属。1991年8月21日に、アメリカ合衆国ロードアイランド州ポータケットで、生まれる。中学入学後からは、フロリダ州オレンジ郡、ウィンターガーデンで育った。中学卒業後は、西オレンジ高等学校へ進学する。 ニューヨークヤンキース時代2010年の MLB ドラフトでニューヨークヤンキースから4巡目指名されプロ入り。契約後、ルーキー級ガルフコーストリーグヤンキースでプロデビューし5試合に出場した。2011年は A-9 スタテンアイランドヤンキースでプレイし68試合に出場して打率3493本塁打31打点。 28盗塁を記録した。オフにベースボールアメリカによる a 級のオールスターチームに外野手として選出された。2012年は A 級チャールストンリバードックスでプレーし69試合に出場して打率304、8本塁打28打点19盗塁を記録した。7月3日に A 級タンパヤンキースへ昇格。 22試合に出場して打率、277、3本塁打、7打点、1盗塁を記録した。2013年は、A 級短波でプレーし、100試合に出場して打率、261、3本塁打二24打点、15盗塁を記録した。8月15日に、A 級、トレントンサンダーへ昇格、17試合に出場して打率、153、 1>, 1本類打4打点を記録した。2014年は A 級トレントンでプレーし、128試合に出場しで打率。223、5本類打40打点、21盗塁を記録した。オフの11月20日にヤンキースとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2015年6月11日にメジャー初昇格を果たし、 デビュー戦となった翌12日のボルチモアオリオールズ戦では9番中堅守で先発起用され4回表にウバルドヒメネスからメジャー初安打となる本塁打を記録したその後は出場機会がなく8試合の出場でシーズンを終えた打率は286で出場した全8試合で中堅を守った2016年は 引き続き外野のユーティリティとして12試合に出場した。出場時愛数と同数の12三振を喫したが、打率は296に、出塁率は321に上昇するなど、打撃面で成長の後を示した。守備では前年とは打って変わって右翼手を守る機会が増え、7試合守った。中堅と左翼手では、それぞれ2試合で守った。 2017年11月6日に40人枠外となり、同日中に FA となった。2017年11月17日にシンシナティレッツとマイナー契約を結び、2018年のスプリングトレーニングには招待選手として参加する。2018年は開幕から参加のトリブル A 級ルイビルバッツでプレーし、7月26日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。この年は51試合に出場して打率293日本塁打。6打点1盗塁を記録した。オフの11月2日に FA となった後12月17日にマイナー契約で再契約したが2019年3月19日に自由契約となった。2019年3月28日にオリオールズとマイナー契約を結んだ。 シーズンでは開幕から参加のトリプル A 級ノーフォークタイズでプレーし121試合に出場して打率308、18本塁打67打点4盗塁を記録した9月3日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたレギュラーシーズン終了後の10月30日にマイナー契約でトリプル A 級ノーフォークへ配属され 翌31日に FA となった。11月22日にマイナー契約で再契約した。2020年8月22日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。9月1日に DF となり、4日にマイナー契約となった。9月5日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。9月11日に再び DF となり、 14日にマイナー契約となった。9月20日に自由契約となった。2021年4月15日にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。5月31日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。